ュレント・コルクマズは、トルコ・マラティア出身の元サッカー選手、サッカー指導者、現役時代のポジションは DF。20年にわたって所属したガラタ・サライ SK のファンからは、ブーック・キャプトンと呼ばれた。また、弟のマート・コルクマズも同じくサッカー選手でディフェンダーをしており、1993年から1998年までの期間は共に、ガラタ・サライに所属していた。 現在は、スユペルリグのアンタリアスポルの監督を務めている。11歳で、ガラタサライのユースチームに入団。最初は、ゴールキーパーとして入団したが、監督によって守備的、ミッドフィールダー、ディフェンダーへと転向する。若い頃から才能を買われ、16歳の時には、バイエルレバー空前から契約のオファーが届いた。しかし、ビュレントは、そのオファーに応じず、 1987年に、ガラタサライのシニアチームに昇格した。そこで600を超える試合に出場し、トルコシュペルリガを8度制覇したほか、UEFA ヨーロッパリーグ、UEFA スーパーカップなど、総計29のタイトルを手にした。また、トルコ代表としても102試合に出場し、UEFA 欧州選手権1996や 2002FIFA ワールドカップにも出場。 ワールドカップでは3位となるなどチームを支えた。2004から05シーズンの終わりに引退。引退後の2005年8月30日、現地レルビルリーのアシスタントマネージャーに就任するも、そのシーズンが終わる前に辞任する。2007年1月にカイセリエルジェス・スポルの監督に就任した。しかし、クラブ広角の責任を取って辞任。2007年6月、 ブルサスポルの監督となった。10月、同クラブを解雇され、現地レルビルリーに監督として戻った。2009年2月23日、成績不振により解雇されたミハイルスキッペの後釜として、現役時代に所属していたガラタサライの監督に就任。しかし、同年6月3日に辞任。ありがとうございます。